ジャラル・ウッディーン・ルーミー、ジャラル・ウッディーン・ルーミー、モラナ、ジャラル・アド、ジーン・マハーマド・ボー・キー・イ・ルーミー・トルコ語、メベラナ・セレラ・ディー・ン・アイ・ルーミー、1207年9月30日から1273年12月17日、はペルシャ古文史上最大の神秘主義詩人である。同時代のスーフィー・イーブン・アルイコール、アラビーと並ぶ、イスラーム神学、スーフィズムの重要な人物の一人とみなされている。 沈黙を意味する、ハムーシオガゴーとし、ルーミーの父、バハーウッディーンをはじめとする人々は、指揮者を意味する、ホダーバンデガールと彼を呼んだ。ルーミーの思想の一つに、旋回舞踏によって、神の中への消滅という死に似た状態に陥る、神秘体験の実行が挙げられる。ルーミーの没後、今夜のルーミー病を拠点とする彼の弟子たちによって、駒のように回って踊る様ウ。 セマという儀式で有名なメブレビー教団が形成された。メブレビー教団では同教団の思祖と仰われている。主な著書はペルシャ語の詩集、精神的、マスナビー、モズネビー・ UMA ナビー。イランではアラビア語で、我らの詩を意味するマウラーナー・モラナの、ペルシア語系であるモーラーナー、メウラーナー・モーランナー、同じく、我が詩モーラビー・モーラビーで呼ばれ、トルコでもトルコ語系である。 メブラーナーメベラナと呼ばれる。アナトリア、ルーム地方で主に活躍したため、単にルーミーとも呼ばれる。ルーミーとは、ローマの人のことで、後年に住んだアナトリアが以前東ローマ帝国、アラビア語では、ルームの領土だったことによる。イラン、アフガニスタン、中央アジアでは、ルーミーではなく、彼の生誕地と考えられている、バルフに由来する、バルヒー。 ボーキーの名前で呼ばれることが多い。マウラーナーと損傷された巧妙は、グラマーやスーフィーは、史上数多いが、イランからトルコまでの地域では、ペルシア語文学史上に、多大な功績を残しかつ偉大なスーフィーであったため、マウラーナーといった場合、特にこのジャラール、ウッディン・グ・ハンマドルーミーを指す場合が、一般的である。メブラーナ・ジェラレッディン・ルミと表記されることもある。 ルーミーの生涯は1244年までの第1期、1244年から1261年までの第2期、1261年から没年までの第3期に大別される。1207年に、コラーサン地方の主要都市の一つバルフ、現アフガニスタンにおいて巧妙な説教師でもあった、神学者バハー・ウッディーン、ムハンマド・ワラドの次男として生まれた。また、 別の説では、ルーミーの父や祖父はバルフの出身であるが、彼自身はドゥシャンベ近郊のショートシバフ種で生まれたとされる。母はバルフの知事の娘で、祖母はホラズムシャー長の王女と伝えられている。母方の祖父、ルクヌッティーンは第四代カリフアリーの子孫と伝えられる。幼少期のルーミーは他の子供と遊ぶことはほとんどなく。 宗教的学問の探求と禁欲的な自己鍛錬に没頭していた。バハーウッディーンはバルフに敵対者が多く、早い時期からモンゴル帝国の中央アジア侵入を予見していたと言われる。1217年頃にバハーウッディーンは家族と共に恐竜のバルフを去り、西方のマラティアへ移住した。放浪の旅の中、一家は滞在した各地で温かい歓迎を受けた。 旅の途中、ルーミーはニーシャープールで詩人アッタールと対面し、ルーミーの成功を予感したアッタールから彼の著書、神秘の書を賜った伝承が存在する。一家はバグダードを経由してメッカ巡礼を終え、ダマスカスを経由してエルズインジャンに滞在した。ジャラールーティーンたちはエルズインジャンを経ってカラマンに数年滞在するが、この地で母と兄、アラーウッティーンが病没する。 また、ジャラールティーンは、カラマンで、父の皇帝シュラフティーンの娘と結婚し、二人の子を、儲けた。十年以上の流浪の末、一家は、ルームセルジューク町のスルターン・カイクバード一世に、招かれて、アナトリア、ルーム地方中南部の都市今夜に定住し、今夜に到着した、バハーウティーン一家は、カイクバード一世から手厚い歓迎を受けた。ジャラールティーンは、 居住地のルーム地方にちなみ、ルーミーと合した。1231年に父、バハーウッディーンが亡くなった後、その皇帝ブルハネティンに伴われて、ハラブ、ダマスカスなどの都市に留学し、留学先では、イスラーム神学、カラームやハナフィー派法学を治むた。帰国後は部屋にこもって、祈りと瞑想に身を捧げる決裁を開始し、修行を終えた後に、 ウルハネティンから学問の修了を言い渡され、イルシャード、精神的指導者の地位を認められた。父の後継として自らも説教師の仕事につき、今夜では、イスラム教徒以外に、ギリシャ正教の修道士とも交流を持った。ルームセルジーク長末期の実力者である最小無印、アッディーン・スラマーンもルーミーに指示し、ルーミーは彼から保護を受けた。1244年頃、 今夜を訪れた、放浪のスーフィー修行者、シャムスティーン・タブリーズ・イー、シャムセ・タブリーズと出会ったルーミーはそれまでの、形式的説教や、生活態度を発揮し、彼を師匠と仰いで、スーフィーの修行に一生を捧げることを誓ったという。タブリーズ・イーに、神の愛の具現像を見出し、これ以降死に日夜使いながら、サマーウ、アラーフの神明を唱えつつ、音楽や踊りを通じて、某が、 陶水座に至るスーフィーの修行法の一つなどに日夜没頭した。ルーミーは人前に出ずに自宅にこもり、また、タブリーズイーが傲慢な態度を取ったために、ルーミーの弟子や今夜の市民はタブリーズイーを憎悪したという。1244年までのルーミーは、施策にほとんど興味を抱いていなかったが、タブリーズイーとの解雇が彼に変化をもたらした。この時代のルーミーは、 タブリーズイーによって、私的才能を触発され、1247年12月5日の夜に、タブリーズイーが突如失踪した後までに、神秘主義的熱情から多くの叙上詩群を生み出した。この時期の詩を編纂したものが、ルーミーの初期の作品、シャムセ・タブリーズ集となる。タブリーズイーが去った後、ルーミーは彼の教えを自身の真珠に乱し、秘策に没頭してゆく。 1261年、一節には1258年、59年に、アイデシフサーム・ウッディーンの懇願によって、神秘主義史のすぐるとなる、精神的マスナビー、マスナを言う MA にアウいいの執筆を始める。これは、自我の滅却によって、人間存在を本源的心理へ帰還させることを、謳った、作品冒頭に掲げられる18句を主題として、展開された全六巻。 約2万5千区から2万7千区に及ぶ長大な、マスナビー、女児詩形式の女児子である。1273年12月17日の夕方に、ルーミーは今夜で没する。翌18日の葬儀には、イスラム教徒だけでなく、ギリシャ人やアルメニア人も参列し、ルーミーの親友で、思想家、イブン・アラビーの弟子でもある、サドルティーン・クーナウィーが、葬儀の式をとった。 ルーミーが眠る霊病の設計は、タブリーズ出身の建築家はドルッティーンが手掛け、費用は、ムインガー・ディーンとその妻が負担した。ルーミーの魂は肉体を離れて、神の元に召され、合一が果たされたと考える人々は、彼の命日を結婚の夜と呼び、12月17日の今夜では、ルーミーと神の再会を祝って、盛大な旋回舞踏が催される。 1274年に完成したビオは緑のドームの名前で知られ、後世でも多くの参拝者が訪れている。14世紀初頭に活躍したトルコの民衆史人ユヌスエムレはルーミーに深い敬意を表し、多くの作品にルーミーの死を引用した。オスマン帝国時代にはルーミーの生涯を題材とした細密画が多く描かれた。 ルーミーの生誕800周年となる2007年は、ユネスコ国際、マウラーナー年に定められ、イスラム教国や欧米で、ルーミーの生誕を記念する事業を行われた。ルーミーの生誕地のバルフが属する、アフガニスタンイスラム共和国、バフ氏が属するタジキスタン共和国、生涯の大部分を過ごして没したトルコ共和国のほか、彼がペルシア語を著述に用いていることから、イランイスラム共和国は、 彼を、自国の偉人として検証している。簡潔かつ平易であるが、叙情性に富む文体が特徴で、詩を読む者に深い感銘を与える。詩には独特のリズムがあり、名手が銀じタルーミーの詩を聞いた人間は、陶水感に浸ると言われている。また、詩の内容には、イスラム教だけでなく新プラトン主義、キリスト教神秘主義からの影響も見て取れる。著作はモロッコから、中国。 インドネシアにわたる広範なイスラム世界で読まれ、様々な解釈がされてきた。特に1244年から1261年までの作風を指して、助上詩の時代と呼ばれ、シャムセ・タブリーズ詩集には、シャムセ・タブリーズへの陶水の感情が現れている。詩集は写本によって収録されている句の数が異なり、中には別の詩人の作品が含まれているものもある。 叙上詩集に詩であるタブリーズイーの名前を冠するとき、ルーミーは神の体現とみなすタブリーズイーと一体化した精神状態に置かれ、詩の中で神秘主義における神との合一が果たされている。ルーミーの叙上詩、ガザルには恋愛詩の感動的、肉感的な表現はほとんど使われておらず、詩に対する情熱と愛、神秘主義的な思想が歌われている。精神的マスナビは、 ペルシア語のクルアーン、コーラン、神秘主義の聖典、百科全書とも評されている。ルーミーの弟子フサームーティーンは、他の弟子がアッタールの鳥言葉、災難の書やサナーイーの真理のソノを愛読していることを知り、ルーミーに真理のソノの形式に鳥の言葉の因実を合わせた女児詩の作詞を進めたことが、精神的マスノビー執筆のきっかけだと言われている。 精神的マスナビーに収録されている作品のうち、ルーミーが直接記したものは、冒頭の十八句のみで、残りは、ルーミーの死を弟子たちが書き写したものだとされている。精神的マスナビーの制作は、ルーミーの死の直前まで続けられ、ルーミーの死によって六巻で中断される。陶水状態で書かれた、シャムセ・タブリーズ詩集とは逆に、精神的マスナビーは、覚醒状態で書かれた。 反省の歌であり、ルーミーの神秘体験が、反省的意識を通して言語に変換されていい。精神的マスナビーで語られている物語は、ルーミーの創作ではなく、クルアーンやハディースなどの他のアラビア語、ペルシア語文献を下敷きにしている。ヒ喩、グーは、いは、物語という形式をとって、神秘主義のあらゆる事象が述べられており、表面上の意味の理解は容易であるが、 根底にある真の意味の把握は難解である。精神的マスナビーに収録されている、ジョジシの一つに、神秘主義の定義が困難であることを説明するための、暗闇の中の像を題材とする比喩詩が挙げられる。長い物語を詩で表現する、マスナビー、ジョジシというペルシア詩の技法は、ルーミー以前の詩人も用いていたが、ルーミー以後は、マスナビーといえば、 彼の表した刺繍が連想されるようになった。15世紀にオスマン皇帝村と2世の命令により、初めて精神的マスナビーが取る今後に訳され、移行数度にわたる最悪が試みられてきた。20世紀初頭にイギリスの東洋学者レナルド・ A ・ニコルソンによって精神的マスナビーは英訳され、欧米での評価が確立された。インド方面においても、 精神的マスナビーの翻訳、解説が試みられ、ウルグー語、シンディ語、パンジャービー語などに訳された。インドのイスラム教徒の多くは、精神的マスナビーによって迷いから脱出することができると信じ、詩人、思想家のムハンマドイクバールはルーミーを精神的な使と仰いでいた。ルーミーの他の作品としては、三文作品に、ルーミー五六七説話がある。 思想家としてのルーミーは、時に、試作の分野ほどの独創性はないと評される。思想は、イブン・アラビーと似ているが、ルーミーの思想は体系化されていない点でさえがある。自らの精神世界を、哲学という形で表したイブン・アラビーやその、皇帝のサドルッティン・ンクーナウィと異なり、ルーミーは、歌という形式で、精神世界を表した。体験的。 情熱的なルーミーの思想は、時に、理論的、思弁的なガザーリーと対比される。1226年に、ルーミーは、父の皇帝シュラフティーン、ならサマルカンディの娘、ゴーハル・ハトゥンと結婚し、ゴーハルが亡した、数年後に、キラー・ハトゥンと再婚した。二人との間には、四人の息子と一人の娘を、うけた。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。